こんにちは。こんにちは。みーやでーす。こんにちは。マジで、マジで久しぶりなんだけど。雑談。今日は歌わないよ。いつも最近は YouTube とかでたまーに1ヶ月に1回ぐらいライブ配信してんだけど。歌。でもそれも歌。まあ雑談もしたりするけど、まあ歌が入ってるって感じだったんですけど、今回は たまには雑談をしようかなってことで雑談をしてみました。って言ってもマジで言えないよ何も考えてない。でなんかなんで時間が空いたかっていう雑談しなかったかっていうと単純にメンタル死んでたってのがありますね。なんかメンタル死んでてうまく話せないんじゃないかって不安になってたから <laughs> できなかったでも。今日はちょっといける気がして やってみたなんか僕よく他のツイキャス配信者のところに行って雑談したりしてたんだけどその人たち見るとああ自分もやりたいなーみたいな雑談したいなーって気持ちが出てきてやってみたぜあとねなんか仲良くしてくれる人となんかし近況報告みたいな元気してますよっての伝えられたらいいなと思ってやりました。 でも家に今家族いるから2回今 <laughs> 2回いるんだけど2回登ってきたり部屋入ってきたら一旦ミュートとかしたりしようとも <laughs> あと多分聞こえの嫌だから <laughs> ちょっとこそこちょこちょ声で喋るろうかなって思います何話そう何話そうかしら<笑>何<笑>最近は 大学の課題がありました <laughs>。課題があって、英語がありました <laughs>。なんか僕、最近本当にメンタル安定しててメンタル安定してると、なんかコミュニケーションも取れるわけじゃなくて、まじで課題とかもできるようになるんだよね。なんかメンタル安定しなかった時って本当に何もできなくて。だから今嬉しい <laughs>。ちょっと幸せな感じですね、最近。なんか、 周りにあんまり理解されにくい感じなんですけど、結構メンタル、自分のメンタル考えるのが好きで、なんかどういうこ行動とか生活にしたらメンタル安定するのかなって考えるのが楽しくて <laughs>、よくやってます、ね。で、最近やっぱ大切だなと思ったのは自律神経とかですね。で、なんかもう最近よく発見ばっかしまくってんだけど、マジでね、なんか、口大きく開けるストレッチやると、 メント安定するるなっってて最近 <laughs> でもこれはなんか今そう思ってるけど結構あとから考えるとやっぱ違ったなってのがあるからね <laughs> もう分かんないんだけどねでもこうやって少しずつ自分の中で仮説を立ててそれ試してってやってくる中でどんどん自分の中でうまく生きやすくなるなって感じるための方法を確立してってるって感じですね。 あと他何があるかなあと、そうだ。最近、自律神経のことを考えて、なんか自分の中で結構方法が確立されてた、来たんですけど、それで自律神経安定してきてるとマジでよく寝れんの。なんか、寝るときって副交感神経が大事とか言うじゃん。で、それで、まあ、多分、自律神経安定したから、なんか <laughs>、寝るときにはちゃんと副交感神経優位になるのかなで、そうなった結果、なんか、 なんか体全然釣らなくなった <laughs>。自分、ずっとさ、膝、ふくらはぎ、よく釣ってたんだけどさ、マジで寝起きとかめっちゃ柔らかいの。全然釣ったりとかして、ね、いあと、なんか、6時間ぐらい寝ただけなんか、もう自然と目が覚めるようになったの。本当になんか、なんかよく言うじゃん。なんか睡眠の時って脳の中のゴミを取ってるみたいな。そのゴミの効率が多分良くなったなと思う。なんかいろいろ。 ね、疲れをうまく取りやすくなったおかげでめっちゃ早く起きれるようになったでも多分福岡市にいなったせいで眠くなってまた寝ちゃうっていう2度寝 <laughs>、まあ、6時間で起きようと思えば起きれるんだけど眠いから、まあ、結局8時間とか寝ちゃったりしてるなんか最近さマジで夜 <laughs> 更かしすることが本当に嫌になっちゃってなんかまあ期末レポートとかなんか 絶対に提出しなないいと単位落と落すみたいなあとプレゼンテーションとかなんかちゃんとやんないとみんなの前で恥をかくとかそういう大きなリスクのないような課題じゃない限りもう諦めて寝ちゃったりとかしてるねえマジでだから最近僕本当に <laughs> ちゃんと寝てる寝れてる大学の前期とかはもうやばかったよなんかもう一回も寝,れ寝ないで朝迎えた ことがあったねあれ本当に地獄だったでしかも内容その作ったんだからプレゼンテーションだったんだけどねの内容もめちゃくちゃでもう先生からダメだし食らってもうはーって感じだった <laughs> でも今はちゃんと寝れてます結構元気あとなんかでも後期は結構今はいいんだけどなんか それまで本当にやばかった。なんか9月とかね、本当にもう生活一生起こすレベルでなんかメンタルがおかしくなっちゃって。やばかったね。でもなんかそんくらいもう逆に程度がでかすぎたおかげでなんか考えられたみたいな。てか考えなきゃいけない状況に陥ったのがあるから今があるかなって思う。なんかポジティブだね、僕。もうなんか嫌なこと忘れちゃうからかな。 なんか最近マジで前の記憶がなくなってきてる <laughs> ちゃんと寝れて記憶が整理されてんのかな <laughs> どうでもいいこと忘れちゃってんのかももしかしてや,やばいかもしんないけどあとんか最近なんかなんか他と違うなって思うことが僕甘いものを食べると体調悪くななっちゃうんだよね <laughs> なんかこれ周りに話してもなんか普通にみんなあーわかるーってええかと思ったらなんか え、何それって言われてる。え、みんなそういうもんじゃないのって思ったんだけど。なんか違うみたい。え、絶対なんか、他の人もなるよななと思うんだけど。で、実際にネットで調べてみたの。だけど、調べてみてもなんか、そんな感じの情報が全然出てこなくて。え、なんでだろうっていうわ、思ってる <laughs>。ちょうどさっき思ってたお母さんと話してても。やっぱなんか、ケーキとか、この前 <laughs>、なんか友達に誘われて、なんか、 誕生日会みたいな全然知らねえ人の <laughs> 誕生日会に誘われて <laughs> 謎ではねどういう経緯だよって感じなんですけどでケーキ食べたんですよもうおいしかったケーキって本当に美味しいでなんかプリンみたいなケーキショートケーキプリン味のショートケーキ <laughs> からわかんないんですけどおいしかったんだよでもそれ食べたらちょっと体調悪くなっちゃった あとやっぱ最近寒くなったからね。あ、てかマジでなんかこの前なんか友達がエンゼルクリームっていうあのなんだっけミスタードーナツのドーナツ買ってきてくれたんですけど美味しかった。いやマジで感動した感動レベルで美味しかったんですよ。ていうかなんだっけ。あ、やっぱ最近寒くなってきたからね。なんかかお風呂とかでシャワー 捨てるけどなんかなんかシャワーしなくなる時って <laughs> あ,あるんだよきっとその時間が多くなるとだんだん冷えてってちょっと体調悪くなるみたいなお,ふお風呂入ってる時にあるなマジで寒いからねなんか最近ちょっと体調悪気味なんだよなちょくちょくパブロン飲んでる で、ってなんかパブロンとか飲んであ良くなったなと思って。パブロンとか飲まないで。また体調悪くなるっていうのがちょっと繰り返しちゃって。あったね。でもそういうのって一番怖いよね。なんかどっかの番組で聞いたことあるんだけど、なんか薬処方されたんだけど、なんか指示された？量を。ちゃんと飲まなくて、なんか体調が悪くなった時だけ服薬するみたいな。そういう。 なんかめっちゃ苦しんんだみたいななんか多分その薬を完全に飲みきんないでやっちゃったからあの菌がウイルスが強くなっちゃったんだろうね薬に抵抗を持つようになっちゃってでそういうの聞いてあ怖いなと思ったからできる限り元気な時でも薬ちょっと飲んだりしたなんか僕とかは結構ねビタミン C の粉 なんかあるんだけどそれを水の中に入れたりして飲んでた本当にねマジでいいよこれこれやると体調マジで良くなるめっちゃ酸っぱいけどねおすすめなんか大学行く時に水筒の中に混ぜたりして飲んでるあ最近は僕がえらいところなんだけど <laughs> 前期は僕 大学の大学でご飯とか食べる時に毎回購買とかで買ってたんですよ400円ぐらい出して400円くらいでなんかどんぶりどんぶりまあどんぶりの中くらい <laughs> 中くらいの量を食べれてマジでしかもおいしいのおいしいから毎,毎回そこで買ってんだけどでもさすがに毎一日週5日行く中で毎回400円とか出すのもったいないなまあ 大集合って言っても1限しかない時とかは昼ご飯とか食わないで帰ったりするんだけどそれでももったいないから自分最近おにぎり作ってるんですよおにぎり作ったらもう0円だよ食費がだからマジで偉い、まあ、これもメンタル安定してるからってのもあるよね最近思うんだけどなんかうまくできないのってその人の問題っていうよりなんか なんかその生活とか,なんか状態が良くないんじゃないかなと思うその状態が良くないからうまくできてないんだと思うなんかその人のせいってわけではないなって思うんだよねなんかその例えば遅刻とかもあるしなんか怒りっぽいとかなんか課題ができないとか勉強ができないとかあるけどそれってなんかその人の問題 <laughs> もうあれかもしんないけどなんかそれだけじゃないと思うんだよね <laughs> あとなんか犯罪者とかも 言うけどなんかその人がもともと悪いって悪いくてなんかやろうとしてなんか意図的にやってたとか、まあ、意図的かもしれないけどでなんかその人だのけの問題じゃないと思うんだよねなんか例えば虐待があってなんかそういう精神状態になっちゃったとか何らかの状態があると思うんだよ最近考えてる。 めっちゃ頭良さそう今の次 <laughs> あとやっぱね口さっき言ってたら口大きく開けるストレッチするとマジ声良くなんか最近ね歌 YouTube で歌投稿してんだけどなんかそこで毎回投稿して反応を見て今の歌い方どうなんだろうなみたいなよく考えてるのが趣味なんだけどでもこんな趣味友達に言えるわけなくて趣味何してんのって言ったら「あカラオケですね」って感じで答えてる。 YouTube で投稿してますなんて言えないよしかもチャンネル登録者数9人だし <laughs> でも楽しいんだよ本当に今本当にハマってるこれいやー成果出るといいなって気持ちが出てますねなんじゃなんじゃなんじゃ、まあ、今日は 今日、投稿しようかなって思ったんだけどちょっともう少し鍛えてからやりたいなってなんか今のやつじゃなんかい満足できると歌出せないかなと思って明日とかやろうかなと思ってまあ分かんないけど今日はとりあえずやめた今歩きながら喋ってるやっぱ歩いてるとなんかねなんか脳死で喋れるから いいよ <laughs> おすすめ <laughs> 誰にもきていてるかよく分かんないけど <laughs> ひひひあと何だろう何だろうあこのアイコン猫あこれよく見えないかもしんないんだけど椅子の <laughs> 背もたれの間から尻尾出してんだよ。可愛くない。可愛くて取って追悼しちゃった <laughs>。あとなんか、なんかしることない。しることないかな。なんかさ、誰かが話してる内容に突っ込むのは簡単だけどさ、自分から話題出すのって難しいよね。 友達とか話しててももう当たり障りのないやつに話しちゃうあなんだ最近最近ハマってるアニメ全然見てないやアニメ見てない髪髪の毛髪の毛髪の毛特にない最近僕ね髪長いからね結んでるかな 最近かまってるかあそうだ昨日オーバーウォッチやってたオーバーウォッチサポートよくやってましたあそういえばスプラトゥーンも更新出たよね昨日からでもとりあえず昨日はオーバーウォッチやってたいや僕すごいよ僕って基本大学の課題って終了の1時間前30分前とかに提出するんだけど昨日はもう 事前にやってた、6時間ぐらい前に。偉い、ほんとに。いやこれもね、多分今、メンタルがね、良くなってるからだと思うんだよね。最近、昨日とか、どいくらいから、マジ良くなり始めてる。こんな雑なのとかで生きるの、マジで、その証拠。今こんな話してるの、ほんとにすごいからね。こんな話すの、普段の僕じゃありえない,い。僕変わってる。変わってんの。変わってんじゃん。そうなの、じゃ なんか昨日とかオーバーウォッチさえやってたけど全然勝てなくて <laughs> もう YouTube で調べた <laughs> オーバーウォッチ勝てないみたいなでそこで調べてちゃんとリグループしましょうってうのがあったからやってみたらき今日は結構勝てた <laughs> うん勝てない試合もあったけどねあそこはなんかまだパソコンのキーボード操作するのが慣れてないなってところがあるからまあそれは経験かなだってまだ <laughs> やり始めてさ4回目ぐらい4回ぐらいしか出ってないまだ <laughs> まず1回1回が長いけどさ何時間もやってるけどもう、まあ、これは慣れの問題でもあるからてかマジでねサポートキアラマーシがめっちゃむずいなんか小指酷使すんの <laughs> 本当に <laughs> 無理 <laughs> なんか動画とか見てあ簡単に動けそうだなと思うんだけどなんか思うお動きたい方向にうまく指を動かせないっていうのがあるね なんかスプラトゥーンとかだったらなんか簡単なんだけどねスティックとかでポチポチって押せば <laughs> できるから簡単なんですけどスプラトゥーンマジで X パワー2000とかいきたいなでもやっぱスプラトゥーンでもなんかゲームしてるとなんか疲れて途中で疲れてできなくなるみたいなあるじゃん なんかめっちゃ白熱し,やした後とかなんかもうなんだあの何だ消耗感なんだっけ,だっけや,やってやったぜか <laughs> あ燃え尽き燃え尽き燃え尽きみたいなああいう感じでやつが起くんだけど自分あれは交感神経だなかな,なと思ったんだよね最近マジで交感神経に自律神経について考えることがマジで興味あって僕心理学科なんですけどマジでそれについて全 関する研究したいなと思ってんですよね。ゼミ入って、あら、電気毛布つけてる。いけませんね。起きたらちゃんと消さなきゃ。これは良くないですね。電気代の無駄です。なんか最近本当に自律神経とかなんか体のなんか呼吸とか呼吸とか <laughs> 顔のさっき言った口の大きく開けるストレッチとかそういう 体を通して、なんか気分を良くしようみたいな感じの研究に興味ある。まずやってみたいなと思うんですね。僕そろそろゼミ志望書出さないといけないから。あの大学にはゼミっていうなんか自分のなんか研究をするためになんか選ぶんだよね、ゼミってところに入って。なんか先生、それぞれなんか学科の先生が担任してて、自分の好きな先生、 なんかその先生がやってる研究に,に合うなってところに <laughs> 入るんだけど <laughs> やんないとねゼミ志望そ,その入るためにゼミ望書を出して先行に飛んなきゃいけないんだよだから <laughs> ちょっと出さないときゃいけないんだけど <laughs> まやんなきゃね <laughs> でも今の自分ならできる気がする <laughs> 締め切りギリギリには終わらせ,ら終わらせないよもっと早めに終わらせるよ いやもっとこれからよくなっていくといいなメンタルあとそうそれに関連してなんか配信とかやってる人いるじゃん VTuber とか VTuber とかでもなんか人気になる人と人気じゃないっていうかなんかついに人気ではない人とかいるじゃんその違いがなんだろうなってコミュニケーション 何が人気になるために大事なのかなみたいな考えるのが好き。<laughs> 歌もそうだね。どういう歌い方がいいのかなみたいな考えるのが好きだね。でも自分はそれで、最近思ってるのが、なんか呼吸って自律神経動かすんだよね。呼吸。なんか自律神経って自分の力で変えることできないんだけど、唯一変えられるのが呼吸の仕方なんだよ。でその呼吸。 があるんだけどどんな呼吸が歌うまいなと思うの一番必要なのかなと思って考えてたんだけど <laughs> それはやっぱなんか交感神経にも副交感神経の中間の歌い方なのかなと思ってるなんか最近なんかみんなが好きなものってちょっと待ってなんかだんだん頭かしなってきた。 みんなが好きなもんって、なんか理想のものだと思うんだよねのさんあえっ、なにのっなに <laughs> びっくりした <laughs> えどう <laughs> なんか、理想の状態が大事なのかなって思ってる歌とかってなんかその歌い方だとちゃんとメンタルも安定したりとかするのかなって思ってる <laughs> あ、こんにちは え、なんでびっくりしてんのひさん、<え>一人で喋ってる一人で喋ってるよ <laughs>。そう、そうだけど <laughs>。えー、逆にさ、人いないほうがなんか、なんか喋りやすくない <laughs> 人いるとなんか緊張しちゃうと思う。あ、はい。えー、逆になんか、人いないほうがなんか楽しく喋れる気がする。<laughs> だけど。え、なんかさ、 知り合いいたらなんかちょっと気まずくないなんか知らない人の方が話し味のあるかも <laughs> あっこの猫かわいいよねかわいいよね背もたれから尻尾出してんだそうなん, <laughs> なんか緊張してきた <laughs> 人いないいいいなな方が喋喋りりやすい、えー、りやすす WWW それはおもろくない結構なんか一人でいる方が好きなのかもしれないけどなんかどうやったらうまく喋れるのかなって研究するのが好きでそれも当時なんかもう配信終わった後に自分で見返してるのもあ面白いな今の喋り方みたいな。 なんか交感神経と副交感神経の話してる誰かと喋ってんのって思った確かにそれ怖いよねゼロニーの中 <laughs> 何の話してんねんって誰と話してんねん緊張せんといて w w w いやー、まあ、初めては緊張するようんありがとうございますえー、でも自律神経マジで大事だと思うんだよね自律神経安定してるったらマジでなんか 幸せだなーって感じれると思う。最近そう思ってる。なんか、なんか多分 <laughs>、あれだよ、なんか結構怪しい感じかなってあるかもしれないけど <laughs>、大事かなと思ってる。わかんないけどね。なんかメ,メンタルも安定するかなと思って <laughs>、なんかすごい今、頭おかしい人だね <laughs>。 え、てかよくよく見ましたね <laughs> 猫かな自律神経に頑張ってもらいたいたよねそうだねやっぱなんか低気圧とかさ来ると不安定になる人多い気がするなんかお姉ちゃんとかもよく頭が痛くなってなんか結構ぼーっとしちゃうみたいな言ってた大丈夫そういう低気圧とか来た時に <laughs> あーもうもうやだみたいなメンタルとか ノーさんとかさなんか減らったりとかしないのメンタルえじゃあじゃあ逆になんか興味あることありますかねゲームとか歌とか僕結構歌とか好きで結構考え,考えてますよえー、ええー、<laughs> そうですね なんかマジでコミュ障害がすごいんだけど。自分さん。メンタルはは安定ししててるお前までヘヘラヘラしてたけろあ、そうなの今なんで安定してんの結構ヘラったりするときもあるんだね。あ、自分はなんか友達とかとカラオケ行ったときに上手い人、カラオケが得意な人と一緒に行くとよくヘラる。あ、自分なんでこんなにできないんだろうみたいな。点数もういや見たくない。 <laughs> もう終了ボタンを連打しまくってる <laughs> その時本当に毎回面ヘラればカラオケっっっドさんあえっとえっと本とか絵とか好きかなあそう絵とか好きなんだ江さんアニメとかアニメ何のアニメでも最近見たのは僕ソソのフリーレンとか見たソソのフリーレンは面白くて漫画とかかってる江戸池のアニメ多分好きな好みってあるよねチェ,ン,スチェンソーマン 結構おどけはあんま分かんないけど、本とか読むんだ。どんな本？漫画？ノさん、今は人のこと気にすることが少なくなったから。あ、そそれで今安定してんの？それでなんかなんか人。 人生楽しいってなんかちょっとなんか本当に言葉遣いがやばいな <laughs> なんかつい毎日楽しい楽しいなって気分に慣れてるならいいよねあと友達となんか一緒にうまくできてんなとか思えてるな <laughs> 絵とかなんか僕大学でねなんかもうギャラリーの フリーレンディーよね、うん、私は16ビットセンセーションが好きえ16ビットそれなんだっけ僕の16ビット戦争ではないかえっわかんないそボーカロイドあっマンガかわたし今幸せあそうなのそれはいいことだねうん16ビットセンセーションわかんないな初めて聞いたんだけど結構有名 なんか大学、え、僕今大学生なんだよね。大学生で、なんかギャラリーのアルバイト募集してて、なんか受付し,しませんかみたいな。誘われて、聞ったんだけど、マジで人来なくて、もうただ座ってるだけなの。それで5時間ぐらい時間潰すんだけど、その間、アニメ。アニメ。そうなんだ。初めて聞いた。なんかホームボタンを押すとこれ配信閉じちゃうのね。じゃ終わったら、なんか検索でもしてみようかな <laughs>。多分見ないと思うけど。 何か,か,かマジで5時間何でもしていいのだからもうゲームもしていいしマジで最高だよなんか他にも僕たまに単発で派遣とかやってるのなんかバイトルバイトルバイトル,バイトルかバイトルっていうサイトがあって「わかんないゲーム作るアニメギャラリーのアルバイトいいなわかんないゲーム作るアニメ」あっだわかんないゲームを作るのかと思ったわかんないとゲームですか ゲームを作るアニメ。へえ、そうなんだ。あれなんだっけ漫画作るア,アニメ。あ、何でもないやつ。そうなんだよね。いや、もう何もしなくていいですよ。なんか僕、この前やった短髪とか、もう重たいものをめっちゃ運ぶ作業で。もう5時間やったけど、もう嫌だって、なんか途中で熱、ね、出てきてあった。嫌な、なったせいかわかんないけど。 でも本当に最高だったしかもそこになんかギャラリーで絵とか飾ってあるんだよねそれ見ながら全然何がいいのかわかんねえみたいな <laughs> 思ってたけどなんかなんか服と話し声が聞こえててなんかそこのギャラリーの館長みたいな人が話してたんだけどなんか美術の何がいいのかみたいなわか,かんないどういう話し合いかわかんないけどなん,かな,んなんとなくいいなってこれ何が好きかなって思うのが。